オーナーの集まりは聞きますありますかとか、年何回ありますかとか聞かれる、そういうレベルじゃなく奨励するじゃないですか。フランチャイズチャンネル。竹山さん、はい、竹田塾のオーナーって本当に仲良しですか？これはね、まずフランチャイズはとにかく横の交流をさせる、ね、横のつながりを強化して横の交流をさせるのが絶対いいんだというか、それをやってなければこれからのフランチャイズはダメなんだということで、これは僕のも持論で、もうどんどん交流をさせてますよね。オーナーの集まりは聞きますありますかとか、年何回ありますかとか聞かれる、そういうレベルじゃなく奨励するじゃないですか。オーナーの活発な Facebook のやり取りとかもあるし、まあ交流会っていうのもやってて、それでまあ非常に仲がいい感じですが、どうでしょう。まあ多少ありますよね、やっぱね、気が合う合わない、あとエリアが近所でやっぱこうバチバチだとか、まあ表面上はニコニコしてますけどね、多少ありますよね。それはそうでしょうね、それは仲がいいっていうのは良きライバルですからね、やっぱり、結局ここは、まあ、今林さんが言った通り、その表面上はって言っちゃうとあれですけど、まあ、本当に、皆さん、喧嘩してる、あいつは口きかねえとか、そういうのはないじゃないですか、はい、けどもやっぱりそれは良きライバルとして、まあ、刺激し合ってる、まあ、いいふうに言えばね、でもやっぱり商売をやってる、それも同じ看板を掲げて商売をやってるんですから、やっぱりある一面ね、最大のライバルっていうのは同じ看板を掲げてる人なんですよね。そういう意味でのその本当に良きライバルっていう言い方になるんじゃないかなと思うんですけどね。次に出すところのまず争いとかね、あとはそのエリアが多少被ってるとか、まあ皆さん良きライバルとしてこういろいろ刺激し合ってやってるっていう感じだったと思うんですけど、まああれに似てるんですよね、政党の選挙、だから武田塾党みたいな、武田党みたいなのがあるわけですよ。で地方でやってると、ね、これは小選挙区だからその地域では一人しか出てないからもう別にいいんですけど、まあ大都市圏でやってるとこれは大選挙区ですから武田党から何人も出てるわけですよね。で結局それは武田塾を支持している支持者の票を取り合うみたいな風になってるんで、最大のライバルがそうなってくると敵みたいになってくるんですよ。落ちるかもしれないみたいな、あいつのせいでみたいな、そんな感じですよね。でも一方でそういう風になっていって、候補者が自分のことだけ考えないで全体の武田塾支持者を増やしていくってい うそれが大事なんだっていう風にならないと党としては大きくならないんですよ。でそこをまず、まあでもこれは随分そういうことだということを話はしてるつもりですよね。同じところから取り合ってるわけじゃないと、武田塾の看板を掲げているところがあっちもこっちも一生懸命やって、それで武田塾のファンが増えていくんだっていう、まあそういう話なんですよね。だからこれはだからもうですね、何でもまあ選挙でもそうだし、それは AKB とかでも一緒だと思うんですけどね、同じグループの中でよく良きライバルとしてやることでネットワーク自体が大きくなっていくっていうことです。だからまあ多少仲良くない、内心はあいつよりあいつをより絶対に上に行ってやるみたいな、そういうふうに思ってるんですよね。どうでしょう、無言ですが。まあ多少ありますね。最初の話に戻りました。はい、はい、フランチャイズ相談所では皆さんのコメント相談をお待ちしてます。ね、意外と再生回数が少ないんですけれども、結構なんかいろんな問い合わせいただけますよね。なんですけど、こっそりみんな問い合わせをしてくれるんですけど、コメント欄が寂しいんで、ぜひぜひいろんなコメントとか、まあね、こっそりいろいろね相談したいこともあると思うんで、それはね、メールもあるんで、いろいろご連絡お待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。